ニュースポストセブンです。小室圭さんの母佳代さんが15年間勤めていた老舗洋菓子店を正式に退職したようです。今年7月から店を休んでいた佳代さん、皇室記者によると、佳代さんは勤務先のロッカールームで足に怪我をしたとして労災認定を求めていました。しかし洋菓子店側はそうした事実は認められないと断固争う姿勢だった。佳代さんは結局弁護士を通して退職の意思を伝えてきたそうですとのこと。佳代さんの生活は同居する父親の年金や夫俊一さんの遺族年金に支えられているようです。ニュースポストセブン。